県政沢井健一、1903年東京生まれ。子供の頃から武道への憧れが強く、16歳より柔術、柔道などをはじめ、講道館柔道5段、剣道4段、居合道4段を取得。1931年中国満州に渡る。1939年頃、大政権の達人王光才に出会い、試合を挑むも歯が立たず弟子入りを決意。その後弟子となり、1945年北京で終戦を迎える。1946年に帰国し、王光才の許可を得て創始した大気姿勢拳法、大気拳の稽古に励む傍ら、さまざまな武術家と手合わせをする。毎週日曜日に明治神宮内で指導した大気拳の稽古では、目や金敵への攻撃も許される過酷な実戦組手を弟子たちにやらせ、また指導にあたっては型というものはあまり教えず、身をもって示すことはあっても自然とそうなる場合があると言い、形を真似してしまうことを危惧していた。80歳を過ぎても自ら弟子に胸を貸しての実戦組手を行うなど、年を取っても衰えない若者以上の俊敏さ、力強さ、しなやかさがあり、芸術的でさえある独特の動きを自らが身をもって示し、指導と修行を続け、1988年、昭和63年7月16日他界。他の武道武術家に計り知れないほどの影響を与え、また日本ではもともと特に取り上げられることのなかった気という言葉が世間に注目されるようになったきっかけは、沢井健一に端を発しているのは動かしがたい事実である。